いよいよ待望のカメラが届きました。はい。私が今回買った一眼カメラはこれです。はい、こちらオリンパスの待望のフラグシップ機 OMD EM1 Mark II です。これを購入しました。このカメラをね、買うことに決まったその経緯はね、前回というか以前の孤独に雑談で話しましたけども、僕が望む全ての機能を兼ね備えた素晴らしいカメラということで、これを購入することになりました。はい。今日はですね、開封をしていきたいと思います。いきなりどう開けるかわからない。あ、ここですか。よいしょ。はい、一番上、保証書が入ってます。はい、続きまして、こういうメンテナンスの案内が入ってました。はい、続きまして、よいしょ。こういう箱が入ってます。はい、説明書。そして、はい、簡易登録してくださいよという紙でしょうかね。クイックスタートのガイドです。はい、結構分厚いね、説明書が入ってました。さあ、どんどん行きましょう、どんどんね。はい、続きましてね、こちらはおそらくボディになりますんで、一番最後に行きましょうよ。こっちのね、ちょっと箱を開けてみましょう。よいしょ。何でしょう。こちら、フラッシュになります。オリンパスと書いてますけども、上に、カチャカチャと上がります。で、左右にね、180度、180度ということで360度回ります。なかなかいいですよね。はい、こちらがですね、バッテリーの充電器です。点滅して知らせてくれるみたいですね。はい。こんな感じ。この充電器のケーブルになります。はい。はい、こちらですね、先ほどのフラッシュを入れるケースになると思います。こういうのもついてるんですね。バッテリーになります。結構大きいですよね。旧モデルよりも結構大きくなってるみたいで、電池の持ちが割と良くなったんじゃないでしょうか。はい、こちらネックストラップになります。オリンパスと書いてますね。で、イエロー、ブルーのラインが入ってます。はい、こちら USB のケーブルになります。タイプ C のものになります。これ何でしょうね。プラスチックですけど、よくわからないです。何なんでしょうね。さあ、それでは最後にボディ行きましょう。ボディ本体行きましょう。さあ、この中に入ってます。いよいよ行きますか。ちら。さあ、出します。オープン。はい、ドーン。
きました。どうですか、こんな感じです。 EM1 Mark II オリンパス OMD めちゃめちゃかっこいいです。めちゃくちゃかっこいいメカです。このごついグリップ、これがいいんですよね。これがいいんですよ。握ってる感があります。かっこいい。このね、マグネシウム合金ですから頑丈ですよね。で、なんでこんなとこにセロファンが貼ってるのかよくわからないですけど、上はこんな感じになってます。正面で横、でこちらの横、裏、そして背面、はい、背面はこんな感じです。液晶がね、バリアングル液晶です。よいしょ。こんな感じになってます。なんか貼ってますね。はい、あ、こういう感じですか。こういうことですよ。液晶がこういう風に動いてくれると。うん、精密機械感が半端ない。コンパクトですよ。割とね、手に持った感じは非常にコンパクトです。以前持ってたね、まあ今現在映しているこのカメラですけど、パナソニックの FZ1000 ですけどね、ごついんですよこれが。まあレンズ一体型なんですけどね、それに比べたら一回り小さいかなっていう感じがします。で、厚みがね備えにないんでね、ミラーレスですから、持った感じはコンパクトです。まあね、あのレンズつければあの大きさもそれなりに感じると思うんですけど、うん、もっと見ときたいな、もっと見ときたいんです。黒光りしてますよね。もうちょっと見ます、もうちょっと見ます。黒光りしてます。ちょっとこれ蓋開けましょうかね。初めてのセンサーどうなってますか。こんな感じです。センサー、ホコリが入らないうちに閉めます。よいしょ。かっこいい。このセンサーでいろんなものを映してくれるわけですよ。違いますか。よくわからないんですよ。仕組みはよくわからないんです。メカニズムはよくわかってないんですけども、なんせね、いいのが撮れると思います。はい、はい、以上開封は終わりました。